東急5080系が8両編成化されました。東急電鉄は、5080系5187編成に、中間車2両を組み込み、8両編成として営業運転を開始しました。東急5080系が8両編成として運用されるのは、今回が初めてとなります。東急5080系は、2003年にデビューした車両で、6両編成10本が製造されました。来年3月に予定されている、新横浜線、相鉄線との直通運転開始に向け、全編成が8両編成化される予定です。このため、既存編成の4号車、5号車に組み込むための増結用中間車が新造されました。新造された中間車は、既存車とは仕様が異なり、座席モケットは、緑色タイプのものが採用され、床は木目調となっています。今日16日に8両編成としてデビューした5080系5187編成は、今年2月まで6両編成で運用されていました。東急目黒線では、東急電鉄が保有する全26編成が、新横浜線の開業する2023年3月までに8両編成化される予定です。これで、5月16日の KAB ニュースを終わります。